今回ね、200系ハイエース。今お客さんね、電話で喋ってますがね。今回ね、ちょっとね、オイルランプがチラチラ点灯したりとか。でね、前回23万1000円。で交換が23万6000円。で現在ね、24万5000円。24万5000円ですから、1万5000キロぐらいしてます。でどれぐらいね減ってるか検証していきます。でね、今回はオイルがねどれぐらい減ってるかよね検証なので、ね、簡単に説明します。入れるところ見るところ上げてね、オイル抜いていきます。でね、オイル抜いて量を測ってみます。どれね、14、いつもね、こぼします。いえいえ、これなんでこんなに弾くんや。よいしょ。で、エレメントのね、ドレン、緩めます。よし。緩めました。よし。よいしょ。ちょっとね、出てきます。でね、使い古したね、この、ネジ山がね、入りやすいやつをね、使った方がね、ネジ山がね、皿よく取れます。まあ、こんな感じでね、オイル抜いていきます。オイルの量はね、後で確認します。だいたいね、5リッターぐらい、エレメント変えて5リッターぐらいの入る車です。まずね、もう、ある程度ね、抜いたら、このね、抜くやつ抜き外します。でパッキンね剥がします。よし。でね、この普通のエレメントの外すやつでね、60さえたらね、ちょっと先しか入らないので、64でねちょうどです。頭打ちました。もう外すとこからいきます。で以前にね、オイルランプ、オイル交換してすぐにオイルランプついた時があったんですよ、この車。オイルエレメントがね、ちっちゃいやつが、スタンド、あれスタンドやったかな、スタンドで入れられててね、エレメント変えたことありました。だからエレメントの大きさね、確認してた方がいいです。これね、もうちょっと抜いていきます。エレメントね、さっさと。もうね、この切り欠きのところからね、めくったらね、簡単に。あとは清掃ですね。どうや、切り欠きの方にね、めくったら簡単にね、外れます。こじなくていいです。清掃してね、そこから行きます。じゃあね、簡単に変えていきます。シリコングリス。必ずね、手で入れて、手で外して手で入れてください。でここに入るのでね、その下切り欠きのね、向こうに入れてください。次ね、初めにね、キャップしとったらいいんですけど、こいつは出てくるので押さえながら、ここはね、手でぐぐっと締めときます。ここね、かち込まないようにね、シリコングリスたっぷり塗っておきます。
この25分ぐらい経ったのでね、取り付けていきます。で清掃して、ね、ちょっとね溝のところにねオイルぐらいは残しといた方がいいと思います。じゃあつけていきます。締める手前からいきます。で締め付けはね25ニュートン、ドレーンはね20ぐらいで締めてください。もうハイエースはねいつまでたってもね出てくるんで、もうこの辺でね、でパッキン剥がしてパッキン新しいのつけて、でパッキンのね周りにねちょっとオイルを塗ってね、トルクがねより正確に出るように。で作業車なのでね40で締めときます。あとちょっときれいにね拭いてからねちょっとオイル入れていきます。残念なことにオイルをね測るのを忘れてました。だから途中でねちょっと映ってる画像でねやります。まあちょっとねやってしまいました。でまあねオイルの量がねわからないようにねちょっと動画を撮ってたのでね、もうこの動画がね一番量がわかるかなと思います。でね軽自動車ぐらいなのでね、ちょうどこの波打ってるちょっとねタブで上のね位置についてないのでね、多分ね 2.5 リッターぐらいだと思います。だからね半分 2.5 リッターぐらいでね、ちょっとねたまにねチラチラとねオイルランプがついてたと思います。まあ半分ぐらいね減ってました。こんな感じになりました。オイルねもう5リッター入れていきます。まあ、すぐ入れてねちょうどぐらいです。ひょっとしたらね 5.2 ぐらい入るかもわからないです。エンジンかけていきます。タイヤのエアはですね、タイヤのエアね入れたんですかね、ちょっとタイヤが古いからね、まあ、気をつけろというねアドバイスしました。で25分ぐらいかなかけました。オイル漏れね、はい、大丈夫です。これねアルミなんでめちゃくちゃ熱いんでね、はい、はい、お願いします。これはね大丈夫だと思います。でここもね、キワもね、見といてください。後でね、ちゃんと点検します。オイル見ていきます。注意したぐらいですね。ちょっとね、5分ぐらい置いてみます。3分ぐらいね、経ちました。ほんまに注意したですね。あと 0.2 ぐらいで。あとはね調整してね、多分 5.12 ぐらいだと思います。今回ねオイル1万5000キロ交換しなくて、まあオイルを掘ってしまってね、まあはっきりした数字ね出ませんがね、こんな感じの動画になりました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。